ヘロデ朝はパレスティナユダヤ地区に成立されたエドム人系の国家である。ハスモナサの断絶後に古代ローマよりユダヤ属州の統治を委任された。ここでイエス・キリストが生まれた。ハスモナサのヨハネ・ヒルカのス星はその地生中にエドム地方を征服し、エドム人はユダヤ教へと改収した。やがてエドム人はユダヤ人と統合した。 アレクサンドロス・ヤンナイオスが王の時代にはアンティパトロスがエドム地方の総督へ任命された。彼の息子で同盟のアンティパトロスはヒュルカノス二世の最も信頼の厚い副信として活躍。ヒュルカノス二世とアリストブロスが争った際、オリエントへ進軍していたローマの将軍グナイウス・ポンペイウスの支援を得てヒュルカノスの勝利に結びつけた。その後もアンティパトロスは ローマとの友好関係の維持に尽力した。紀元前47年、オリエントへ進駐していたガイウスユリウスカエサルより、アンティパトロスは、ユダヤ地区の統治代理人へ任命された。アンティパトロスは、二人の息子ファサエロスとヘロデをそれぞれ、エルサレムとガリラヤの総督へ任命した。紀元前44年に、カエサルが暗殺された後は、マケドニア属州を中心に、 ローマ東方地区を勢力圏に置いたガイウス・カッシウス・ロンギヌスらのリベラトレス側に味方した。紀元前43年にアンティパトロスが毒殺され、ファサイロスとヘロデが共同で後継者となった。紀元前42年のフィリッピの戦いではカッシウスらに味方したが、戦後はマルクス・アントニウスへ帰伏した。紀元前40年、ハスモノサの末裔にあたるアンティゴノスが、 パルティアの支援を得て、ファサイロスとヘロデの支配地へ侵攻し、ファサイロスを殺害して、ハスモンアサが一時的に復活した。ヘロデはアレクサンドリアからローマ市へと逃れ、ローマの元老院で支援を訴えた。元老院はヘロデにユダヤ人の王の称号を与えた。ヘロデはアントニウスの支援を得てエルサレムへと進軍。紀元前37年に、 アンティゴノスを打倒して、支配地の再奪取を果たした。大王と称されたヘロデは、紀元前4年に亡くなるまで統治し、ヘロデの死後は3人の息子が、ヘロデの医療を分割支配した。ヘロデ大王死後の3分割統治、ヘロデアルケラオスの支配地、ヘロデアンティパスの支配地、ヘロデフィリッポスの支配地、サロメの支配地シリア族州デカポリスヘロデアルケラオスは、バタネアや、 ガウラニティスなどの北東部分を与えられて、34年に亡くなるまで王国を統治し、死後その領地はシリア属州に編入されるが、その地は歳入を別管理として、数年後にアグリッパ一世に渡されることになる。ヘロデ・アンティパスを与えられて統治したが、39年にカリグラ帝によってルグデヌムへと追放された。このガリラヤ地方で30年頃にキリスト教が起こった。 アグリッパ一世はヘロデ大王の孫に当たるがカリグラと親しかったこともありフィリッポス死後の37年にその統治した領土の総督に任命されたさらに39年に追放されたアンティパスの支配地もカリグラより与えられ41年にはアルケラオスがもともと支配していた領土も加えられた結果としてアグリッパ一世はヘロデ大王が支配していた 時期の支配地を回復させた。アグリッパ一世は44年に死去した。このアグリッパ一世の弟で、ヘロデとだけ呼ばれている人物もおり、彼はクラウディウス帝の即位時にカルキスを与えられた。彼はおよそ7年ほど統治した後、紀元48年頃死亡しその後領地は、老いのアグリッパ二世に与えられた。アグリッパ一世の息子である、アグリッパ二世は当初おじから、 カルキス領地を引き継いだが、紀元53年にこれと交換する形で、父の王国の北部分の支配を承継した。66年にユダヤ戦争が起こるなどとなんであったが、92年頃に死去するまで統治した。アグリッパ2世の死後は、ローマの直轄領へと移行した。このアグリッパ2世のいとこのアリストブロスは、 ネロテの時代をアルメニアの王とされ、ウェスパシアの住みドの時代にカルキスの王として同盟の人物が記載されている。ただし、発掘された貨幣の年代などから、カルキスも紀元92年頃にシリア族州に併合されて、ローマ直轄になったらしいことがわかっている。また、ヘロデ大王の息子のうち、アレクサンドロスの子孫で同盟のアレクサンドロスは、 大アルメニアの王になった、ともされている。ヘロで三分統治時期、ヘロでアルケラオスヘロでフィリッポスヘロでアンティパスアグリッパ一世、アグリッパ二世。ありがとうございます。